皆さんこんこにちはフロンティア通信編集部の坂本ビッサです今回から始まりましたこの番組では運営レポート flow2.com 出張版と題しまして今の MHF はどうなっているのかまた今後の展開など公式サイトの運営レポートからちょっとはみ出した内容までお伝えしようというものです。そしてお話を伺うのはこの方。 モンスターハンターフロンティアオンライン運営プロデューサーの杉浦勝則さんです杉浦ですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しますえ早速ですけども、えー、まずは現在の MHF の状況や問題点リファイン項目などをお伺いしたいのですはい あのデータベースの責任者と<っ>あの何度かこまめに打ち合わせをしまして。 ある程度あのスケジュールの目処が出てきましたのでちょっとお伝えしたいなと思うんですけどもまずあの追加倉庫と呼ばれている今あのブグ工房でえと用意されているあちらの倉庫なんですけどもあちらの方はまず今あの回数制限があの今1日2回という形になっているんですけどもこれを7.0でえと引き上げたいなということでえと回数の引き上げを現在あの調整しています。 であとですね、えー、とちょっと、えー、先になっちゃうんですけども、えー、とシーズン8.0、はい、来年の春ぐらいを予定してるんですけども、うん、この8.0で、はいえー、追加アイテムボックス2という形で、はい、現在、えー、アイテムボックスと追加アイテムボックスの次に続く形の追加アイテムボックス2というものを実装しようということで、はいえー、現在準備中です。ね で本来であればあのアイテムボックスと追加アイテムボックス自体も分かれていてまああの不便なんで1つにまとめてほしいという要望も来ているのはわかるんですけどもそこであえてさらに分かれてしまうというのはですねかなりちょっとあの我々は申し訳ないんですけどもやっぱりあの現状では。 データベースのです、ね、まああの安定化とかいろいろとトラブルを起こさずにあの安定運用でアップデートしていくっていうことを考えると、まあ、このやり方が現状では最善なのかなということで現状は追加アイテムボックス2という形で、はい、いわゆるあの 生産とか強化をしたりするときにあの素材の数字が反映できたりとか、えー、ああいう形できちんとあの本当にアイテムボックスと追加アイテムボックスとあのほぼ同じあのものになるように現在あの準備中です、はい、それはあれです、ね、武器屋で追加倉庫と別にあのマイハウスでアクセスできる追加ボックスが2個目がそうですねそういう形になると思います。はいはい でページ数はまだちょっとわからないんですけれども、ええ、まあ今後のことを考えると、まあ、それなりのページ数を準備しないとまずいよねっていうところから、ええ、まあそこもちょっと配慮して現在準備中ですのでまた今後あのその件に関してはあ,のある程度進捗が進んだ段階で、はい、えまたご報告したいなと思っています、はい、もうこれで借りまくっても大丈夫だそうですね、はい、あのそううなるよにに頑張りまます、はい、本当にお待たたたせいたしました SP 武器に関しては1年以上前ですよねあのそのタイミングでシーズン2.0で初めて実装した武器になるんですけどもあれからだいぶ時間も経ってますのでそこで素材のですねちょっとあの見直しとかを一巡した一通りの部分でちょっとしてみたいなと。 でまあ、あの実質、ある程度生産や強化の緩和に近い形になると思うんですけども、えー、まあこれをちょっとあのやっておきたいなというふうに考えています。はい、ちなみに坂本さんは SP 武器は使っていただいているんでしょうか、はいえー、っと自分はですね某番長記事を担当していたので体験なんですけども <laughs>、はいえー、ハルムベルで SP を愛用してますありがとうございます。 あのこれからもあのおそらく我々からすると SP 武器というものは、まあ、あのそれなりに作っていただきたいなと思っている武器の一つですので、はい、あの何らかの形でもうちょっとあのクエストとかにもいろいろ絡ませたいなと思ってまして、はい、まああくまで、えー、とそういうクエストがものすごく増えるってわけではないんですけど一、えー、つの試みとして、はい、えとクエストの中で例えばまあ,あの 武器の条件として SP 武器によるあの狩りの条件という形に、はい、あの条件を限定させていただいて<ー>その代わり、えー、とそのクエストでの報酬があの通常の時よりも少しあのボーナスがつくみたいな形で、うん、えと SP 武器を作ってくれた分の、まあ、見返り分に何かちょっとあのご提供できるような。はい そういう形の今クエストとかも、あの企画していますので、あのぜひ、あの。S. P. 武器とかは、あの、ある程度ちょっと緩和して、あの作りやすく、強化しやすくしていきますので。これからも、ぜひ作ってほしいなと思ってますので、まあ、そういうちょっとリファインを、あのやっていきたいなって考えております。はい。これまで以上に、S. P. 武器の活躍の場が増えるということで、はい、そうなるように頑張ります。はいえー、それでは、次に、えー、間近に迫ったシーズン六点ゼロなんですけども。はい。 あの実はえと今回のえーとシーズン6.0でえ前々からえ特設サイトの方でも少しえと前触れしていたんですけれどもあのラスタとえ同行して狩りに行った時にギルド貢献ポイントがあの入手できたりですね、はい、まあ当然あのそれ以外の方でも入手できますけれどもそのギルド貢献ポイントの使うあ,あの使う とということで、はい、え今回実はですねあのマイハウスのレイアウト変更ができるというところで新しくですねマイハウスのデザインをご用意しました。であの数にして、えー、と実はあの2種類なんですけども、はい、えその2種類をあの今回の6.0は実装させていただいて、はい、まあ,あの何々風のマイハウス、はい、何々風のデザインみたいな形で。でそれはあの 実は、えー、とベッドだけちょっとあのそのデザインに変えてみたりとか、はい、えーとテーブルだけちょっと変えてみたりみたいな形で、はい、あのパーツ単位でも一旦ちょっとそのマイハウス自体を新しいデザインを取得してしまった後は、はい、あとはそういうカスタムも可能になってますので、はいはい、私自身もあのちょっとやってみたんですけども、はい、やっぱりあの日頃 慣れてたあのマイハウスのデザインから新しいやっぱりマイハウスのデザインに変わるとやっぱり毎日戻ってきた家があのデザインが変わるっていうのはかなりまあ新鮮味があるなっていうところでこれは結構お客さんにも喜んでもらえるんじゃないかなっていう感じですよね。で 次の、まあ、実は7.0でもまたやっぱりマイハウスのデザインというのはちょっと追加する予定がありますので、まあ、あのぜひちょっとキルド貢献ポイントを貯めていただいて、はい、あのマイハウスをですね、はい、新しいデザインをゲットしていただけたら嬉しいなと思ってますマイハウスをまだ拡張してないっていう人でもそれは使えるそうですねあの私たちの方でえっで、と、マイハウスの方をえっを、と、パーツ単位でやれるようにしてるのも、はいまあ、そこがありますので。こっていうのは ギャラリーの家具とかは。あまだ置けないですね。<ー>そういうのはい。あの、やっぱり、えー、っと。当然、あの企画の段階では、うん、やっぱり、あの、そういう。 カスタム的な要素とか、はい、あのそういうものっていうのを上がってきてはいるので、ね、あのそういうことも将来的にやれればいいなっていうことと、はい、まあ当然あのお客様にこういうものをご提供するとそういう要望も来るんじゃないのかなっていうことから、まあ、あのそれなりに今あの考えてはいるんですけども、はい、あのまだまだちょっと発表できる段階ではないのでうまくいった時にはちょっとご発表できればいいなと。はいはい えー、爆撃剣のように今回はあのー、そうですねあれは爆撃検証という、まあ、爆撃ピンに近いみたいなあ,のある意味消耗品をまああの近接武器に装填する形でまあやるシリーズなんですけど、はい、あれを検証シリーズって僕らやってるんですけども、はい、その検証シリーズが、あのー、いくつか入るというのがまあ今回のやっぱりポイントかなと思ってまして、まあ、当然あのー 今回あの爆撃検証というのがパッケージに付いたんですけれどもそれ以外にも当然あの属性でいうあの水だったりとかまあ氷だったりとかまああの状態異常系である毒だったりとか麻痺だったりとかいろんなものを実は用意しています。 でそれがまああの実は6.0で全部入るというわけではなくて6.0で一部入って7.0で一部入ってって分かれるんですけどもあのやっぱりこれが一番あのいわゆる検証シリーズというスキルが一番今回やっぱりお客様に使っていただいてあの感想も聞いてみたいですしまああの非常に僕らからするとあの楽しみにしているスキルですのでまああのこの検証シリーズと呼ばれているものを是非楽しんでいただきたいなという感じですよね。 あのおそらくこの映像を見ていただいているお客様は、まあ、あの先週の,あの特設サイトであの発表していると思うんですけどもあの例えばなんですけども、えー、とガンランスの,あの冷却時間を短くするようなアイテムとかですねあのそういうものがあの実装されたりもするのであの結構何て言うんでしょうあの クローと好みというか、ええ、結構使っ一度は何かちょっと一回試してあの検証してみたいなと思うような、はい、あのものがちょっとポロポロと入ってますので、まあ、あの当然 CP で交換できるものとかも、ええ、あの多いのでぜひ、はい、ちょっとパローネをまたやっていただいて、はい、あのそういうふうなあのスキルも試してもらえたら嬉しいなといとこであるです。ええはい あのー、ラスタに関してはやはりあのこれからも6.0だけではなくて、はい、7.0とあの続けてですねいろいろやっていきたいなと思ってるんですけども一番やっぱりあの今回、えー、と重要視したのはやっぱりあのお客様の,あのアンケートであのかなりいろんなご意見いただきましてでそのアンケートを結構やはり、えー、開発チームでも。 あの参考にさせていただいたというのがあの本当のところです、はい、で特にやっぱりアンケートいただく前からもあのあのアンケートでご意見いただく前からもあのだいぶご意見ご要望でもいただいてたんですけれども、はい、まあ一部のモンスターに関してまあラスターが反応しないとなるほどはい。 あのぶっちゃけランゴスターとかなんですけども、はい、まあそれに関してはやっぱりちょっとあの直してくれと言われたた件に関してはもう間違いなく一番最初に手をつけて、はい、あの修正たたしましまそれ以外にも当然あのやっぱりあのラスターをもう少しあの賢く立ち回せるという意味で、はい、あの AI の強化というところでそこも十分いろいろと手を加えていますし当然あの事前から予告している通り、はい、あり11種の武器があの使えるようにもしてありますし。はいはい あの武器も防具もあのレベルに関してはまたさらに、はい、あの開放しているので、まあ、そういう意味ではあの今回開放しているあの武器の、えー、と攻撃力だったりとかあの防御力とか見てもそんなに。あの ハンターランク100以降の合衆、まあ、とかはちょっと厳しいかなとは思うんですけども編集クラスであれば一緒に連れてってもそこそこ戦力になるんじゃないのかなっていう攻撃力防御力の,あのパラメータじゃないかなというのは個人的にちょっと見てて思ったのでそういう意味でもあの今回は面白いのかなと思いますしあとはあ今もすでに遊んでるお客様にはあまり関係ないんですけども、はい、えこれから始めるお客様用に実はあのチュートリアルにあのラスターを えっと共感ラスターなんですけどもはい、はい、入れさせていただきました。なのであの実はえっ、ー、と今後始めるお客様はあのチュートリアのクエストに行きますと、はい、チャット欄でラスタ共感がしゃべるんですよ。我が輩だ、ね。はい。そうですね。はいはい、そこが結構面白いなと思ったり。あとはまだあの今の中では開発途中なので、えー、あの私もちょっと試してみたんですけどもあのラスタ共感強すぎてですね、えー、あの。 自分が何もしないうちにみんな倒しちゃったみたいなですね <laughs> ところがあったのでさすがにこれ全然チュートレーになってないなとか思ったので、まあ、そういうところはもうちょっと笑い話ですけどいろいろやってみたりとかですね、はい、そんな感じで結構今あのやっぱり、えー、とラスタというものをですねいろんなところにあの開発チームのみんながあの工夫して使って入れてくれたりもしているので本当今後あの僕らもあのお客様に喜んでもらえる一つかなと思って期待しています。はい、はい お話聞きますと盛りだくさんの内容ありがとうございます、はいえー、また9月16日発売のフロンティア通信ボリューム3ですね、えー、そこには武器とか防具とかデータを掲載しますのでそちらもぜひご覧くださいえっ、ー、とちょっとまた早い話なんですけど、はい、えーシーズン7.0とかそれ以降、はいはい、今後の MHF に関するトピックがありましたら これは現状やはり予定通り年内ということで7.0に準備できるように今進めています。はい あの新しいフェイスタイプの追加だったりとか、えー、新しいインナータイプの追加ということもちょっと考えてはいるんですけど、えー、今回はどうもやっぱりあの変更部分でちょっととど終わりそうかなというところで、えー、あのそこまでできるかなうーんという感じでちょっと今、進んでいる形なのでもし新しいものっていうのを期待されていた方はもうちょっと待ってもらえれば嬉しいなと思うんですけども、はい、あの変更できるという部分に関してはあの年内で何とかしたいなというふうに今考えています。はいはい、それは はい、いつでも例えばメゼポルタ広場で変更できたりとか、はい、そういうものなんですか、はい 現状ではあの坂本さんがお話になったようにえメゼポルタ広場にえ美容室のように何らかの施設を置きましてでその施設でえとインナーだったりとかフェイスタイプを変更できるみたいなそういうものが作りたいねっていうことはまさに今あの企画中でいろいろ議論してるんですけどもただやっぱりあのそれができるかどうかっていう部分に関してはあのネットワークの負荷だったりとかまあどれだけそういうものに影響を与えるのかっていう部分が一番心配なので。 現状まああのそっちを最優先にしてで問題なければそういうところにちょっと凝ってみたりもしたいなっていう形なんですけどもまだちょっとあのどのタイミングで変更ができるのかとかあのどういうふうなあの仕組みでやっていくのかっていうところはちょっとまだ発表できないんですけども現在そこはあのなるべくあのいい方にいい方にっていうことでやってるんですけどもまああの何でそういうふうなちょっと。 あの試行錯誤というか、あのいろいろ検討する必要があるのかって言われると。あの先ほど述べたようなネットワークの負荷っていう部分が一番気になっているので。はい、そこをちょっと今、あのテスト中ですって言うのが、今の進捗の報告になりますね。はいはい、えっと仮名称なんですけれども、はい、FX エック防具というものをです、ね、<お>はい。現在、あの企画中です。はい、はい。当然、あのエフ防具よりも、あの性能はすごいいいと思います。 ですごいいい分やっぱり、えー、とどっちかっていうと、まあ、あのなんて言うんでしょうポン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 作っていくっていう概念よりはあの一人一品じゃないですけど家宝、はいまあ、というか、えーまあ、なるべくちょっとあのそういう形の、えー、とコンセプトにしつつ、はい、その代わりやっぱり性能はすごい。 いいものにしましょうということで、はい、あの現在企画中でして、まあ、これも7.0の一ののつの目玉ということで現在進行中です。と、はいうことはスキルがいいいいっっぱいついちゃったりとかそそういうふうにそうですねあのスキルはあの本当にえとお客様に満足していただけるあのスキルをつけようということにもしてますしあとはあのスロットもあのそれなりにちゃんと空いたものでということであのやってますのでやっぱり。 かなりいいものにはなると思いますただちょっとかなり あの強化が作るのも強化するのも大変かなと思うんですけれども、まあそこはちょっと申し訳ありませんけれども、さっきのようにあのどちらかというと一品物みたいな形のやり方でやってますので、まあそこはちょっと許してほしいなというところなんですけれども、あとはあの全部の F ボーグのあの上位版が7点ずれて一気に入るのではなくて、ちょっと一部のものにはなると思います。でそこでやっぱりちょっとお客様のご意見いただいたり、あのバランスの調整をしていきながら、まあ最終的に将来あのすべての F シリーズに 上位スキルっていうのはどういう意味かと言いますと例えばまああのあの攻撃台とかあると思うんですけど、はい、その上位ということですから、まあ、例えば仮の名前なんですけども、えー、と攻撃特大みたいな形で, <laughs>、はい、で当然あの必要なスキルポイントもそれ分かなり高いもの要求されますので。はいはい あのそういう意味では。 あのその分そちらの方にポイントを割り振るっていうことは何かがもしかすると落ちるかもしれないまた諦める必要があるかもしれないってことになりますのでえとあるスキルに特化型の判断になるっていう考え方とまあ今まで通りある程度まあオールマイティというかなるべく豊富なスキルをつけるっていう形いろいろとお客様にそこにあの取捨選択やまあ考える楽しみっていうものをですねあの提供していきたいなっていうところからまああの企画されたこの10の 上位スキルというものをですね、うん、あの実装したいということで現在準備中です、はい、じゃあもっと今よりも個性の出るそうですねかなりそういう部分で、えー、と一人一人になるべく個性が出る、えー、やっぱりあのオンラインゲームっていうのはあのそういう部分で、えー、と他の人に対してあの自分の個性というものをですね、はい、いい意味で、まあ、あの自慢したりとか、えー、アピールしたりっていうのも、はい あのすごい楽しみの一つだと思うんですよね。ねなのでやっぱりこういうものっていうのは結構大事なんじゃないのかなっていうところからやっぱりあの企画しているっていうところありますね。はい。例えばあのまあ過去をやったものでいうとあの太鼓棒の。 釣竿に似た形の体験のやつがあったんですけどあれもかなり長期というかすごい手間と暇を要求されてたと思うんですけどもそれに続くですね第2弾第3弾のイベントも実は用意していましてこういうものもちょっと長期的にやってもらえたらなということで次のシリーズもご用意させていただいてますのでそれも是非ちょっとお客様にやっていただけたらなと思ってはいます。 はい、カジ場スキルとか画廊スキルがですねあのいわゆる、えー、画面で見たときにあのすぐに分かりにくいという。 要望が来てますのでこれに関して何らかの形でカジ場スキルだったりとか画廊スキルが発動しているっていうことが分かりやすくなるようにちょっと工夫しましょうというところで現在ちょっとそこも練っているところですので今やっぱりどうしてもカジ場とか画廊が発動した時に本当に発動したのかなみたいな感じでちょっと不安になってステータス見ちゃいますよね。ああいううとととこころももちょっ何か少し一工夫加えるでお客様の あのご要望を叶えたいなと思ってますので、あの現在あのそこはあの進めています。はい。えー、まだまだ聞きたいことはありますが、はい、え今回はここまでということで、えー、最後に杉浦さん、はい、ユーザーの方にメッセージをお願いします。はい えまだ6.0がまあ始まっていない中でまあちょっと今回7.0の話もちょっとさせていただいたんですけれどもあのやっぱり「モンスターハンターフロンティア」に関してはあの今年6.07.0とあの年末に向けてえっとものすごく盛り上がるようにたくさんの,あの新しいコンテンツだったりとかえ今の えと要素をです、ね、拡張していけるようにもう積極的にアップデートをかけていきますし、あのー、倉庫問題のところでもちょっとお話ししたと思うんですけどもうすでに来年の春のアップデートでもこういうとこ直していこうとかあのこういうのを追加していこうということをもう積極的に今、あのー、企画したりあの進めています、あのー、本当にえとそういう意味であのこれからも積極的にたくさんの内容のアップデートをかけていこうと思っていますので、えー、楽しみにしてお待ちしていてください。 それからあとあの次のえっ、ー、と9月11日に、えー、特設サイトが更新されるんですけどその時にはあの7.0の、えー、新しいフィールドのイラストをちらっとお見せすることもできると思いますのでぜひあの期待して見ていただけたらなと思いますよろしくお願いしますありがとうございました、えー、それでは次回、えー、また10月の放送で会いましょう。